皆さん、こんにちは。ランパナチャンネルのタナです。今日は皆さんに腕振りのポイントについてお話をさせていただきます。皆さんはランニングをしている時、腕振り意識していますか？ランニングをする時に腕を振る理由って考えたことありますか？腕を振るとですね、速く走れるっていうわけでは実はないんですね。腕振りって何のためにやるかっていうと、体のバランスを整えるために基本的には振っています。皆さんが例えば速く走ろうと思った時に腕を振らないで走るとします。そうすると骨盤の動きがぐーっと出た時に体も大きくねじれてしまいますよね。でそのままだと斜め前に走ってしまうので、これちょっと意味がなくなってしまいます。ということは体を正面に向けておく必要があるんですけど、それを腕を振るということによって体を正面に保つということにつながっていくんですね。なので腕を振る動作に関しては速度によって大きく変化が生じます。速く走れば走るほど動作が大きくなり、骨盤の振れが大きくなってくるので、その骨盤の動きに合わせて腕を振る大きさも大きくなるということですね。つまり皆さんがジョギングをしたりランニングをするなどのダッシュのような動きではない限り、動作っていうのはどんどん小さくなっていくということです。なのでランニングを効率よく行っていこうと思った時に腕を大きく振っていると、これじゃ意味がなくなってしまうんですね。でもただなんで大きく腕を振ってるんだって話になるんですけど、それって理由があります。そうですね、腕が大きいからですね。腕を振る理由はもうそこしかありません。体幹的なコントロールがうまくなくて、ブレが大きいから腕振りが大きくなってしまうんですね。ゆっくり走ってるにもかかわらず大きな腕振りをしてしまう、そういう人はいないでしょうか？これをですね、コントロールする一つのポイントは姿勢を良くすることです。今この中腰になっている姿勢なんですけど、体の軸をしっかり伸ばして体幹に自然と力が入るポジションを作っておきます。この状態で体をねじろうとすると大きなねじれは作れません。ですけど体の軸が抜けてしまっているこのような状態だと、体を譲るのは容易です。この状態だとこれをバランスを取ろうとすると、より大きな腕振りをしなければバランスが取れなくなってしまいますよね。だけどもし背筋が良かったら、ブレが小さいんだから小さい腕振りのコントロールでランニングができちゃうっていうことです。パワーロスにも結びついてしまうので、腕振りが大きければいいっていう問題ではないということがよく分かっていただけると思います。むしろ腕振りが大きくなることによってブレを生じさせてしまっていたりとか、必要分だけの腕振りができてればいいのにオーバースイングしてしまっていることによって、まあエネルギーロスにも結びついてしまうかもしれませんよね。じゃあそれを解消解決するためにはどうするか。まずは姿勢をよくしっかりとコントロールできるようにしましょう。そこで一つ皆さんが感じていただきたいのが、背筋を良くすると同時に背中の筋肉を自然と鍛えていただけるようなポジションをちゃんとイメージできるようにしてほしいんですね。ランニングをしている時って背中って使うんですかっていう話になるんですけど、ランニングをしている時って重心をですね、まっすぐ取るというよりやや前に取りますよね。特に立っている時にそれを感じていただくと分かりにくいので、膝をこのようについている状態を作るんですけど、この状態から少し腰を引いてやや前に体重を乗せる状態を作って、このまま姿勢をとっておくと背中の筋肉にすごくストレスを感じると思います。ということは重心を前に置いて体の姿勢を少し倒している状態を作っていると、起立筋に対してのストレスが強く入るということですね。ということは正しいポジションや姿勢を意識してランニングしているだけで背中の筋力ってついてくる可能性があるんですね。かつそれが動作が大きくなったりスピードが速くなっていけばいくほど背中にかかるストレス感っていうのは大きくなっていきます。なのでより速くより長く動かそうと思えば思うほどですけど、背中の筋力というのは重要性が高くなってくるということですね。ただもともとコントロールできていないのに長く走ってれば身につくか、速く走ってれば身につくかっていうとそういうわけではありません。なのでまずは体感的に綺麗なポジションや姿勢が取れることがすごく重要だということです。この中腰姿勢からですね、しっかりと体の軸を立てていただいて、腰の筋肉に頼らず軸をしっかりと保っていただき、股関節の筋肉を少し引いていただいて、この姿勢から前に倒れるかどうかギリギリの姿勢までしっかりと体を倒していただきます。でこの姿勢で自然とですね、背中の筋肉にストレスが入るので、これで背中の筋肉を強調することができます。ここから何をしたいかっていうと腕振りをしたいわけなんですよ。でこの腕振りをするときに肩甲骨の筋肉をしっかりと使えるかどうかが重要なんですが、これをですね鍛えるトレーニングを今からやっていきます。必要なのはこうしたちょっと簡単な重りがあるといいです。このように 500ml のペットボトルがあれば十分トレーニングすることができます。方法なんですが、先ほどのように前に重心を倒しているこの姿勢からこのペットボトルをお皿持ちにしていただいて軽く握ります。この状態から体側に肘をつけた状態から横に広げるだけですね。でこれで
肩甲骨の上にくっついているこの筋肉が弱いと背中が丸くなりやすくなってしまいますし、腕を後ろに引きにくい状態を作ってしまいます。この筋肉を強調しているからこそここのポジションに取りやすくなってくるし、手がまっすぐ上がるポジション、軸の横できちんと腕を振れるポジションを作ることができるんですが、その筋肉が強調できなくなってしまうと肩が前に出てしまいます。その状態だと手が上がらないポジションで腕を振るので前振りになってしまうんですね。なので後ろでバランスよく腕が引けないので、フォームバランスが崩れて体がねじれやすくなってしまったりする原因になってしまいます。それを回避するためにもこの強化筋っていうのをある程度鍛えておいた方がいいです。特に首や肩に走っていてトラブルを感じやすい方ですね。そういう方はひょっとしたら腕を振るポジションや腕を支えるポジションが体が前に流れてしまうことによって起きてしまっているのが原因かもしれません。なのでそこをぐっと引っ張っていけるような筋力イメージを作るためにもこのトレーニングですね、やってみていただければと思います。そのまま立っていただいたままこうやるのも大事なんですけど、重心を少し前に傾けることによってやや重力に逆らうような姿勢から引っ張っていくことができるので、これだけでも筋トレになるんですけど、意識が弱い人は少し重りを入れていただいた方がどこの筋肉使っているかっていうのを感じやすくなるので、ぜひ活用してみていただければと思います。どのぐらいの回数やればいいんですかっていう質問があるかもしれませんが、基本的には負荷の少ない運動なので何回やっていただいても特に問題はありません。より多くの回数できるに越したことはないでしょう。ぜひ試してみていただければと思います。極下筋がちゃんと使えるようになってくると胸の張りやすさが少し1段階上がると思います。で、軸の中でしっかりと肩のポジションや腕のポジションを守りやすくなってバランスのいい腕振りができるようになるでしょう。次は肩甲骨を使って肩周りの筋肉を使わないように腕が振れるようになっていただきたいので、次にやっていくポジションが先ほどと同様に軸を前に倒した状態から手をそのままダランと倒した状態にします。ただ先ほど使った極下筋の筋肉を意識しないと背中がやはり丸くなってしまう原因を作るので、そこの筋肉をグッと引っ張った状態を少し意識してみてください。引っ張りすぎてしまうと胸が張りすぎ、腰に力が入りすぎてしまうので、これだと腰に力が入りすぎてトラブルの原因になってしまいます。ランニングしていて腰に痛みがあったりとかする方いるでしょ。それって胸の張りを意識しすぎて骨盤が前に倒れて腰に力が入りすぎているかもしれません。足上がりが悪くなってしまいますし、腰にストレスが強く入るので、そこはちょっと力を抜くように意識してみてください。なので私が意識しているのは少し力を感覚として入れること、そして骨盤の水平面に対して体を垂直に伸ばすイメージを大事に普段しています。この意識をしっかり作っていただければ体の姿勢はしっかりと守れると思います。でこの状態からですね、横にぐーっと広げていくだけですね。でこれによってどこが鍛えられるかというと、肩甲骨を内側に締め合うことによって腕振りを後ろに引っ張っていくエネルギーをその筋肉だけで強調することができるんで、肩などに力が入りにくくなってリラックスした腕振りができるようになります。そのためにも筋肉をちゃんとですね使えるようにコントロールしなきゃいけないんですが、意外と使うのが難しくて背中が丸くなりやすく姿勢が悪いジョギングランナーが結構多いです。ぜひですねこの2つの筋トレを少しやるようにしてみてください。別に重りはなくても十分可能です。自重で運動はすることは可能なので、腰に力が入らないようにこのようにトレーニングをですねちょっとやってみてください。少し行っていただくだけでそこの筋肉に対して少し姿勢を整えるためのイメージがバチッと入ってきます。普段は背中が丸くなりやすい人も少し胸が張りやすくて背筋を立てやすくて軸が安定するようになってくるんではないかなと思います。そこをしっかり意識した状態から腕振りを繰り出していただければバランスのいい腕振りができるはずなので、ぜひ試してみていただければと思います。また、ジョギングの際に腕を振るっていうのがなぜ難しいかという話になるんですけど、ジョガーの方がちょっとスピードを出してランニングやもしくはダッシュをしていこうという風になった時に何がトラブルが起きるかというと、上半身の動きやコントロールがうまくないから、それをサポートするためにどうしても大きく振らないといけなくなってしまうんですね。本来は姿勢が正しければ小さな動きでもっと早く動かせるはずなのに、姿勢が悪かったり軸のコントロールがうまくないことによってバランスを保てなくてブレーキをしてしまったりします。そのブレーキ動作で失ってしまったスピードを補助するために大きく蹴りすぎてしまったり大きく動かしすぎてしまってねじれが生じます。そのねじれがですね、結果膝などを取り巻く筋肉や関節に対してストレスを与えてしまい怪我の原因になったりする場合があります。
なので皆さんが注意していただきたいのは、そういったねじれを抑えるためにも姿勢よくランニングすることに対して少し慣れていってほしいんですね。なので早く動かそうとか早くなりたいというふうに考える前に、自分の姿勢は一体どうなっているか、そしてそれがちゃんとリラックスしてコントロールできるかどうか、それがすごく重要なんですね。力んでいる力でスピードを出していたとしても長く続くものではありません。なのでスピードを長く持続させようと思った時に、皆さんが考えなければいけないのは、いかに力が抜けているか、これをしっかりと大事にしていただければというふうに思います。ぜひですね、チェックしてみていただいて、体の力を抜いて軸をしっかり安定させて、肩甲骨からの腕振りをちゃんと意識していただいて、それができるようになってから早い動作を少し意識してみてはいかがでしょうか。田中でした。いつもご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちら、おすすめの動画はこちらです。みんな楽しく走っていこうぜ。すいません。